はい、皆さんこんばんは。今日はね、先行者の方がいたんで、こういった形のオープニングになります。はい、ナイトエギングですね。今日マー君が墨付けしたいって言うからお付き合いしてます。漁港のね、今ね、概要の方投げてます。右はタートマスターの 3.55 ティアイソですね。ナイス、いいね。なのよ。よかったよかったで。ツン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 やった。やったで、マーク。いいじゃない、いいじゃない。まだ。今日サポーティングじゃないんでね。はい。キラキラしたやつですね。綺麗なやつ。リリースですかね。ありがとうね。はい、いらっしゃい。はっきり言わせていただきます。これ釣れそうです、皆さん。マー君が釣ったからではないですよ。お塩の具合が釣れそうなお塩なんですよね。さっきとやっぱりこうちょっと違うお塩になってますね。来ましたよ。めちゃめちゃ足元でした。まあでも親子ぐらいありそう。来ましたよ。お気づけをね、ちょっとやっていきたいと思います。ちょっとね、一杯だけお気づけをしたいと思います。冬のお気づけはどうなのか。もう色入ってる感じですね。めんつゆにチューブの生姜、冬のお気づけをちょっと食べてみたいなと思いまして、一杯だけお持ち帰りすることにしました。美味しくいただきます。あと2頭釣って帰ります。500以上あげて帰ります。いいですか。ニハオ。マー君帰りましたよ。皆さん、ニハオ。あの野郎、あいつのために今日出てきたのに。ニハオ。墨付けしたいっつって、あの野郎のために出てきたのに。ニハオ。ニハオ。来ましたよ皆さん。ちっちゃいけど、よいしょ。はい、皆さん、ジジーするんでね。はい、さっと、おりちゃん。リアイソ 3.5。ダートマスターですね。はい、どうも。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは、こんにちは、こんばんは。今日は、どうするんですか。マークが書いた後ですね、はい、まあ、釣ったオリイカ。皆さん、秋のエギング、つけません、何かに。お気づけ、お気づけ。やってるな。はいはい、やったな。やったな、やったな。今回ですね、冬場のアオリイカ、お気づけをちょっとしました。食べたいなというところなんで、ちょっと考えたんで、はい、はい、やっていきたいと思います。はい、勝手にクッキー。はい、食材を用意しました。使ってるんですよ。うわ、メイン食材です。しぼんだね。あと白ワインでございます。白ワインです、はい、あとチーズですね、うん、あとミニトマト、はい、玉ねぎ、はい、コンソメちゃん、おバターちゃんで、胡椒と生姜で純洋風になるんですか。純音純音純音一応こうアオリイカの方をさばいていこうかなと、はい、下準備ですね、はい、していきたいと思います。はい、了解です。はい、イカの方をさばいてきました。はい、身ですね、胴体と耳とゲソと墨袋でございます。今回墨袋も使っていきますんで。おー、なるほど。はい、生のままだったら、うん、プニプニしてすぐ破けるじゃないですか、はい、お気付けしてるのでカッチカチなんですよ、もう墨が。へー、いらない水分が抜けて。へー、これが結構大事で、生臭さがなくなったりするんで、これで。あー、ほんとやし。金玉くらい硬いですよ。おいってやっていきたいと思います。了解でーす。今からソースを作っていきたいと思います。ソースですね。あの、ご飯と和える。何個ば作るかも言うと。あ、じゃあまあ、マーク当ててよ、今。当てても、ご飯を作ります。ちょっと待って、俺知っとるときは大丈夫。知っとらんていで聞きました、皆さん、今、うん、知っとらんていで今から行くそうです。お前らは、うっさつやろうが。そこに注目してください。
玉ねぎですよね、はい、みじん切りしてきたね、みじん切りしてきた、うん、玉ねぎね、はい、これがイカ、おいかさんですね、イカ、イカ、おいかさん切ってるね、炭袋、うんうんうん、すっげペースト状になってる、こう、みたいやん、すごい、これで何を、で、米、米です、何を作るでしょうか、これなんか気をつけることあるんですか、火のあんまりね、強すぎたら、うん、ソースなんで焦げたりとかあるんで、はい、ソースを使うんですね、じゃあソースを作ります、使うんでしょ、だから作ります、使わんと、じゃあ使わんかもしれんだよね、作るだけで、え、バカなの、バカですすごいですよね、うん、北みたいなこと言ってますよねバターを入れていきまーす、はい、で、溶かしてきてので、玉ねぎ入れます、今日強火ですね、はい、はいはいはい、弱火に、早くないですか、早くない、いや、いいのいいのいいの、バター、バターがすぐ、ちょっと早くない、バターがすぐ焦げるでしょうが、すごく怒るんです、で、ボタンを押しちゃうんです、いわゆる北の国からみたいなノリはいいけど、本物の北の方やめて、いや、わかりました、どうなるまで炒めたらいいですか、亀色っていうさ、カレーやな、カレーかもしれんぞ、わからんぞ、確かに、そのパターンもありますよね、皆さん、うんうん、皆さんも今考えてるでしょ、なんだろうなって、ただマークは知ってますから、押してますから、本当は、一応ね、イカを入れます、おあ、ゲソとエンペラですね、うわー香りがいいじゃない、もうでもこのままご飯入れて炒めて食べたい、確かに、あ、そういうのもいいですよ ね、いいね、チャーハンみたいな感じですね、うん、な、まさか、あ、あ、言ってしまったかな、何チャーハン、チャーハンなのあるの、ワンちゃん、少し白ワインです、入れちゃう、入れます、よっしゃー、いや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 、入れすぎ入れすぎ、いいんです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 、で、一回ちょ強火にします、はい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 、イカ墨を、おおおお、え、このずらすタイミングが違うのは何かあるんですか、アルコール飛ばしたいんですよね、うわぁ真っ黒じゃん、玉袋がもう、生姜を入れます、生姜、チューブでいいんですかね、チューブでいいです、もん、はい、あ、行きました、行くなら行くって言ってください、行くなら行くって言いなさい、コンソメですね、ガーリックガーリックをいきますね、ご飯ついてきたんですよ、ちょっと色がついてるでしょ、コンソメと白ワインを入れて煮込んでます、これを入れていきます、はい、はい、ご飯を混ぜてちょっと水分が飛ぶまで、はい、うわ、塩コショウですね、はい、でチーズですね、はい、チーズですね、ほらやっぱちぎりで取った方がよかやないかい、言ったやないか、これ買うときに四角じゃなくて細切れの方が使いやすいんじゃないしたら、いや、こいでよかとって言って結局ちぎってるんですよ、どうかしてるっすよ、この人ちぎりたいんですかほらすごいことやってるよ、付けされてるっすよ、あ、ちょっといやいやいや、これをほうこの中にほうほうほう詰めます、ほうスプーンだな、これは入れてる、これ多分言うたな、うん、持っとけ、持っとけ、持っとけ、この目信じて信じる、絶対ちゃんとしてね、ほら入れてて早く早く指でこう、じゃこの指でこう開いて開いてる、うん、そう、あ、ほらそう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 、絶対ほらスプーン持ってこい早くいいなこれ分かったマー君、これ料理なんか分かったな、イカ飯、イカ飯風リゾットです、リゾットって何だよ、チーズが入ってお米でしょ、チーズ入ってんのこれ、チーズ入ってる、もうちょっと入れてって言ったんじゃない結構パンパンいいね、結構パンパン、パンパンいいですからね、ギュッとこう冷たい感じで、あ、いきました、あ、いきましたね、卵みたいなんかのね、うん、お、こっからまた行く、はい、すごい分かったじゃない、いいね、白ワイン、白ワインいいのよ、入れりゃいいと思ってるでしょ、いいのよ、これでちょっと煮ていきます、うん、プチトマトです、普通のトマトでしょこれ、あ、手大きいからか、火が多分通ったと思うので、はい、開けてみます、はい、はい、のせます、ほうほうほう、またこれでちょっと溶かして結びます、はい、じゃあ開けていきます、あー、ルミホイルの方、あれ出ていきますね、はい、出てきてる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 、イカ墨のリゾットのイカ飯風です、もう美味しそうやん、美味しそうですね、食べてみましょう、食べてみましょう、はい、じゃあ、いきます、いきます、はい、わー、ま、匂いがもう、いいよね、美味しいもんね、うん、うわ、うまっ、あ、濃い、
このイカの置き漬けの意味がすごい、うんうん、和風なのね、洋風聞いたことあるな、そのワードこのでもチーズの感じもちゃんと最後で出て、うん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 、で最終的にイカ噛んだらイカの和風でサッて全部消してくれる。おいただきます。なんか怒ってます、なんか怒ってますよね。怒ってるよね。このステーホント生臭さとか全然ないし、うん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 、もうちょっと出るかなってちょっと怖かったんですけど、口ブルブルしますよ。はい、なんか怒ってる、怒ってないです。でも本当お気づけがいいね、ね、お気づけ感もあるし洋風感もあるし、うんうんうん、美味しかったです。よし、皆さんどうも なかったら作ってください。なんて皆さんもうちょっとでもいいかなと思ったら作ってくださいね。最後がもう最後が押しないのよ、まあ、噛んでるからね、うん、皆さんもういいなと思ったら、はい、料理作って食べましたね。ごちそうさまでした。なんか残ってるでしょまだ。いや美味しかったっすよ。あ、でもいいや、ごちそうさまでした。ございます。イカ炭のご飯リゾットか、はい、うん、あれなんかいろいろ代用できそうっすね。そうっすね。ほんとパスタとかでもいいし、うんうんうん、オムライスもいいし、ね、オムライスもいいし、うん、もしよかったら、ね、旦那さんとかがね、イカ釣ってきて、うん、なんか炭使ってみようかなと思ったらやってみてください。これ秘宝です、はい、女性リスナーが 0.1% しかいません。言うなよな、その希望をなくすようなこと言うな。残念、言うな。逆にですね、うん、旦那さんが奥さんにいつもごめんねって、うん、あ、ごめんばっかりごめんね、うん、なるほど、なるほど、作ってみるのもいいかもしれない、ね、これ食ってみって、ジョセフにおいしょ、ジョセフ、うん、入れないで。ジョンさんにまた新しいイカ料理、はい、作ってほしいなーって方は高評価ボタン、はい、チャンネル登録、はい、よろしくお願いします。お願いします、お願いします。 TikTok、Instagram も始めてるので、はい、よかったら覗いてみてください。ご覧ください、はい、お願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。じゃべーん、はい、おい。Mm-hmm.